この話は僕の友達の友達の知り合いの甥っ子から聞いた話なんだけど夜道を一人で歩いていると伝統の下に若い女性がポツンと立ってるんだって長い髪に鋭い目つきと白いマスク 不気味だなぁと思いつつ、横を通り過ぎようとすると、ちょっとって呼び止められて、私、きれいって言いながらマスクを外すと、ものすごいブスなんだって、うっすらひげが生えてるんだって。腰から崩れ落ちそうになりながらも、走って逃げると、後ろから、 とてつもないスピードで追いかけてくるんだって。陸上部なんだって。逃げても逃げても追いかけてくるんだって。インターハイ連覇してるんだって。手の振りといい、全身のバネといい、浦安のジョイナーって呼ばれてるんだって。最初あった距離もどん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 縮めてきて、 その走りは左膝に爆弾を抱えているとは思えないんだっていよいよ逃げられないもうダメだめだ追いつかれるってところでそのまま追い抜いていくんだって次のオリンピック狙ってるんだって夜道はお気をつけください